タイガーマスクの曲がなくて、多分みんなでボール投げてたんですよね。どうして喜んで投げてたんじゃないよ、あれ怒られたよ、なんでみんな走ってねえんだよ、ふざけんじゃねえよって思ったけど。なんで決起軍ができたんですか。やれって言うからやったんだって。あれはねえ、そうあれですよ、88年の6月に天竜同盟が1周年を迎えた後に、はいはい、あの頃天竜さんが若い人間を次から次へとボッコボコにしてて、そうですね、で、あのこれは許せんという若い人間が立ち上がって、立ち上がってないって、もうできれば触れたくないのよ。その1月によ、はい、1月からこうあの行くでしょ、はい、24試合中23試合俺組まれたんだよ、あ、天竜さんさんと、はい、なんだこれ一体どうなってたよと。毎日毎日切られてボコボコされてさ。その間田上さんは時々悪役紹介側にいたんですか。でも田上さんもこう見てグロディ、ハンセン、天竜さんってこう数数えてたからね、日程見て。でも大変よ、あの頃ちゃんとカードって発表上の方だけでしかしてなかった、してないけど選手も持ってたのかもしれない、よくわかんないけど。そうで、なんか6月シリーズでみんなボッコボコにされてて、決起だってなって、最後の日本武道館でなんかみんなで記念写真控え室の前で、はいはい、で馬場さんもなぜかこんな一緒にポーズ取って、あ、馬場さんも最初見て2代目タイガーマスクですね、タイガーでしょ、はい、高野真司、はい、中野真司、はい、2人でしょ、はい、若いその時の精鋭、若い若手精鋭人、仲いいわけないじゃない。でもあのほら、あの公園でなんかみんなで写真撮りましたよね、こんな走ランニングしてオフに、でその後道場でちゃんこ食って、もうね、そういうそのその時の写真見たりすれば思い出すだろうけど、もう大体魂がこう言ってないわけだから。魂で決起してなかったってことですね。魂がこう言ってないわけだから、ね、その決起軍に、決起軍に、できれば当たらないでください、当たらないでくださいってカード見てたんだから、はい、もうじゃあちょっとカード見せて、あ、そうです、田中伸さんがこう出すまであれですよね。いやでもあの頃はあれよ、あのこう取材行くと、いや今日も天竜さんをボコボコにしてやりますよなんてみんな決起盛んなことを言ってて、でもあの頃の印象だと高木さんと俊二と中野のしんちゃんの3人がなんか仲良かったように思うけど、仲良くもないんだろうけどね。試合終わったら出かけてたんでしょ、食事と、この餃子うまいねとか言って。俺もほらなんていうの、真面目な人は、真面目な人は、はい、とはあんまり合わない。田上さんと2人で出かけたことは、ね、その練習に行くと、会場に行く時だけですか。俺真面目な人だから。その頃はおじさん軍団と飲んでた。そう、おじさん軍団が。高木さん、あれはその時も馬場さんの付き人じゃなかったんですか。俺クビだよ。あ、そうか。あ、園田さんのあの頃は、ね、確かあの最強タッグの時に小橋に変わったんですよね。あれ、加藤さんが変われてたんですか。俺はだから、そんな別に辞めるあれはなかったんだけど、はい、加藤さんとかほら、石川さんとか、はい、宇野さんとか、はい、井上さん、はい、うん、おじさん軍団、これを見て、はい、あれお前付き人って感じじゃないやろ、やめなさいよってなったの、私よ。本当ですか。でも別に付き人はちゃんとしてたんですよね、付き人やってる時してたよ、ちゃんと。もしたし、はい。ミスはしてない、なんかヘマとか毎日俺が洗うから、はい、毎日洗わんでいいよって言われて、ああ何ですか、痛むんだって。ああ、乾燥機やなんか入れるとね、ああ、はいはいはい、あのコスチュームが、はい、うん、ああ痛むんだ、どんどん新しいの食えばいいじゃないか。その通り。すいません。じゃああれですかね、決起軍の思い出は大してないっていうことですか。思い出、うん、いやでもなんか話はですね、はい、結局5人がこう集まってね、はい、しょうよ、あ、しょうよ、
ないんだから。でもあの当時決起軍で始まったことが一つ今思い出しました、あのよくその後にボール投げでプレゼント、はい、あれって入場時に誰かがやるんだったんですよ。決起軍がいる時はその時間を設けてたんですよ、確か。タイガーマスクの曲が鳴って多分みんなでボール投げてたんですよね当時。それからそれがもう入場でもう決起軍がやることになってたんです。決起軍がなくなった後悪役紹介になったんだと思うんですけど。覚えてるよ。投げてましたねボール。はいこっちやれよとかって言うやつに。お客がですか。いやだから決起軍がとにかくボールを投げてる、あれだ。それからですよ、あのボール投げて、記念ボール投げて始まる。あれサインボールでもなく、ピンクと黄色のボール投げて、でそれで交換なんです、はい、それを売店に持っていくとポスターなり T シャツをもらえるみたいな。 T シャツなんか出したよ。あの黄色いのが 2,3 個入っててそれが多分当たりが T シャツだったと思います。でもボール投げてましたよね。投げてたよ。喜んで投げてたんじゃないよあれやれっていうか投げたんだよあれって投げるだけのタイム作ってた時あったと思うんですけど、ね、はい。でそうするとやっぱり大会も長くなっちゃうんで、なんか決起軍の怒られたよ。なんですか。ボール投げに入ってくるとき、はい、なんでみんな走ってねえんだ。ふざけんじゃねえよって思ったけど。面白いな。やっぱり決起軍だからダーってこう元気よくそこタラタラ歩いてきた、ね。それもそうだし、あの時の要は、若手軍団じゃないですか、今言った。あの当時のいくつぐらいだったんですか。26ぐらい、6、7。そこさっそうと走ってこなきゃいけない。怒られたよ。なんであの嫌そうにダラダラ走ってくるの。それ誰に怒られたんですか。元子さん。例えば決起軍で戦力的に、ボスの三沢さんが大河の時に、欠場するわけじゃん、膝出して、それはもうやめたよ。そっからあれ俊二さんかなんか武道館でマイクでなんか言わなかったでしたっけ、タイガーいなくても決起するぞ、なんか言ったら、なんかあったかもしれない、なんかあったかもしれないような気がしたんですけど、前は一番してないんじゃないの違う。でも三沢さんがいなくなってから決起軍への風当たりも結構強くなったんじゃないですか。てかね、だんだんね、決起軍としてのカードが組まれ、カードが組まれなくなっちゃう。なるほど、そうですよね、それまでも決起軍は決起軍としか組まない、なんか普通のカードになっちゃってって、それで三沢さんがいなくなったから、あの爆風スランプのランナーがかかるようになったんです。あ、それでそれからか。高野さんと中野さんも曲があったんですよ、最初から。はい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 。でお二人いなくて、だから田上高木のテーマっていう風になってるんですよ。なの、だから二人ともランナーで入場してました、ね、そうね、はい。でもそんなあまり決起軍としてはあまりそれほど、なんか思い出ないですか。あの決起軍もタイガーがいないとダメだったのよ。ああ、なるほど、分かるでしょ。はい。タイガーがもう嫌悪くなってそれはもうやめたって、はい、会社の人がそう思うんじゃないの。田辺さんとか高木さんとか自分たちではどう思ってた。いや俺らはもう入った、まあ、そんなに立ってないからさ、上、はい、の人が言うことを聞きながらこう頑張ろうっていうあれはあったんだけど、はい、まあ、なんでこう決起軍やめろって言われたんですか。決起してないからお前ら決起してろ、もう解散じゃって。音体がそう言うから。音体が、で決起自分ではしてたんですか。あ、自分では決起してた。してたよ、決起しゃがんだよ俺たち。田口さんも決起してたんですか。してるわけねえだ。その頃はもうね、あれがないんだって、はい、何かを目標にじゃん、はい、なんか、うん、お題があればね、はい、それに向かっていくんだろうけど、はい、決起何をどうすればいいんだよっていうのがその最初よ。目標が違う、はいはい、ね、目標が、はい、最初にお前ら決起軍だって、はい、決起しろって言って、
そんな何も引っかかりがないのにさ、なるほどなるほど、何もないのに最低でも何のベルトを取れとか、そういうのね、いきなり決起してなんて言われてもできないよ、いきなりやめろだから、まあそんなもんかいまああとね、キャリア的に考えたら確かに三沢隊がいなくなったら、あと高野俊二と中野真一はそれなりにキャリア積んでるけど、新日本だからね、彼らになんかアジアとかありましたからね、アジアタッグがあったよね、うん、道場に住んでたら飯は食べ放題でしょ、誰が作る飯か分かってんの菊池とか小林とかあんなが作る飯やん、うまくねえYou're welcome.